パックンです。ゆるちゃんです。チャレです。正解はいちご製菓。もう一回しようか。バズです。どうも。どっから持ってきた。はい、じゃあですね、今日なんで集まってもらったかっていうところなんですけども、今日はですね、珍しく集合率が良かったので、今日に合わせて私新メンバーをお呼びしております。おじゃあみんな、せーので手を届きますよ。いきます、せーの。はい、おやすさんでございます。もやしです。もやしですはちょっとおもろいな。まあ今までね、コーヒーメーカー男4人と、女1人という形でやってまいりましたけども、ここに来て女の子の、ね、メンバーを1人増やそうということで、僕の知り合いのもやしちゃんを今日お呼びしてます。女の子で大丈夫なんですか？女の子で大丈夫なんですか？そこ気にするんだ。そこ気にするんだ。男の子なんで。じゃあ、もやしちゃんにちょっと軽く自己紹介をしてもらってもいいですか？はい、1981年頃生まれです。大型の天秤座です。大型の大型、仲間ですね。俺 B 型 A。 お何も生まれねえじゃん。はい、はい、他に何かありますか？アイスを食べて生きてます。主食アイス。主食アイスですね。毎日アイス食べて、毎日ツイッターにあげてますね。なんかこんな動画撮っていきたいみたいなのあるんですか？こんな動画撮っていきたい、それはもう決まってるじゃないですか。シンプルスポットです。ガチ打ち合わせなく今初めて聞いたんだけど。いや、シンプルスポット面白そうだったから、結構ちゃんと。ちなみに俺もまだ一回も行った。確かに。バトコンも行ってないしね。まあ、見るのは好きですよ。ペコちゃんハウスが一番俺怖かった。まあ、ちなみに怖いのは苦手ですよ。え？だけど行ってみたい。あ、一人だと怖いから。あ、じゃあ今後は心霊スポットなんかもね、ちょいちょい行きながら、一緒に活動していきたいと思います。はい、はい、なんで名前がもやしなんですか？ですね、私20年くらい前、大学生だった頃にもやしって書いて携帯ストラップをつけてたんですよ。あの時そのガラケーなんでみんなストラップつけてたけど、まあ、それがきっかけですね。結構それはみんなもやし、前からもうもやしって言われてる。もうこの携帯を見たらあんただねってわかるよって言われるくらいに馴染んでたんですよ、もやしストラップが。じゃあ20年来のあだ名ってこと？あだ名ではなかった。違う。なんやねん。もやしがじゃあトレードマークだったんだよね。そう、それをそのままもう名前で引き継いだっていう。ああ、そういうの。なるほど。はい、他に何か質問ありますか？なぜうちに入りたくん？会社みたいな。なぜうちを志望の志望の日を俺が誘ったって言ったよ。あ、そっかそっか。いや、でも なんで入りたいなみたいな。あ、確かにね、もともとそういうのは好きだった。そうですね、うん、そうですねって言っちゃった。ガチ面接だね。なんか、いや、あいつだから聞こえしなくてみたいな。それなんか。またじゃあ新しい空気が出てくるんじゃないですか。校長先生に言ったら言うな。じゃあ、まあそれわけでね、今後親父ちゃんを加えて、6人ですね、メンバー、みんなで動画を撮っていきたいと思いますので、今日はそちらの加入の報告でした。今日のところはこの辺でグッドバイ。アデュー。アデュー。